大正9年の第1回大会開催から99回目の競争。ただ誰がこの展開を予想したでしょうか。先頭明治、去年14位でシードを落とした明治大学、その後ろには関東学生連合、さらには大学駅伝3冠を狙う駒澤大学、この先頭3校だ。さあ、たすきを取った明治大学、飯田新海4年生初の往路、86回大会以来13年ぶりトップでたすきリレー、明治大学富田が区間賞を獲得。さあ、そして駒澤が2位に浮上した。田澤廉、今スタート、世界を知る男。そしてさあ、一気にたすきリレーが行われる関東学生連合、3位相当だ、法政行った、中央大学、吉居大和今スタート、そうか、フィリップ・ムルは今行った、三浦龍司もスタート、青山学院7位でたすきを出した、東京国際大学、その前に日体大、そして2年ぶりのたすきリレー、城西大学が11位でたすきリレー、国学院も行った、国学院が12位、国士舘が13位、そしてえんじのユニフォーム、早稲田大学が14位でたすきリレー、4年ぶりのたすきリレー、大東文化大学、ピーター・ワンジル今スタート、そして帝京大学16位、少し空いて、なんとなんと東洋大学前回4位、鉄紺のたすきが往路鶴見17位でスタート。石田康介、初の箱根路に駆け出していった、前には17人のランナーがいます。そして区間賞は明治大学、富田新平4年生勇気を持った飛び出しです。そして鶴見中継所は2校が連なってやってきた、55年ぶりに江戸紫のたすき戻ってきた、右手を上げた、55年ぶり2万88日ぶりのたすきリレー、立教大学、そして4年前の王者東海大学19位、苦しい往路のスタート、石原翔太郎が駆け出していきました。そして最後のチームがやってきました、専修大学、1区を任されました千代島壮太、当日選考、2区で待つ留学生ダンカン・キサイサ、今たすきを取ってスタート、前には20人のランナー、さあどんなレースになるでしょうか。区間賞は明治大学の富田俊平、そして8秒差で2位駒澤大学、さらに関東学生連合3位相当、不滅の記憶に刻まれる素晴らしい記録です。1分44秒で21本のたすき、鶴見中継所をリレーしました。さあ、2区のレースがスタートしまして、駒澤大学田澤は2位でたすきを受けて、先頭明治とは8秒差、そして後ろから中央大学、すでに1人抜いて吉居大和、関東学生連合チーム、そして法政大学という前の2人がいたんですが、さあ現在今法政を抜いて3位に上がってきています。さあ、2号車森さんどうぞ。はい、9秒差ありました、この駒澤大学の田澤廉、そして中央大学の吉居大和ですが、その9秒差、1キロ経たないうちに詰めてきました。まもなく1キロということですが、前を行きます藤色のたすき、4年生の田澤廉です。現役学生でオレゴンの世界選手権に出場しました。さあ、今1キロを通過しました。この1キロ2分46秒で通過しました田澤ですが、それより9秒早いということで、2分40秒を切ってくるペースで吉居大和が入りました。まずはここで中央大学の吉居大和が田澤につきまして、ここで抜くことはしません。まずは田澤の後ろにピタリとついて、あるいはこの2人で前を行きます明治大学を追っていこうというところになります。日本を代表する学生ランナーの2人がここで花の2区共演ということになりました。前の明治大学との差がじわりじわりと近づいてきています。さあ、映像1号車に戻りました。逃げる明治大学のキャプテン、静岡裾野市出身小澤大輝、1キロの通過が2分41秒という手元の時計ですが、後ろ田澤、吉居大和、渡辺さんどう予想しますか。そうですね、吉居君がちょっと若干突っ込み気味で入ってきてますけど、この明治大学の小澤君ですね、小澤君も前半2分40で入ってきてるんですよね、はい、ちょっとここのコースはね、ちょっと前半こうあんまりこう早く入りすぎると後半に影響があるんで、本田坂の坂は そうなんですよ、なんとも言えないんですけど、はい、この後まあ田澤君と、ね、吉居君は間違いなく追いついてくると思いますね、そこからこの明治の小澤大輝キャプテンもしっかりとついて、はい、走っていけるかと。そうですね、明治はもう非常にいい流れになりましたからね、流れをつなげられるかというキャプテン。ただじりじりと田澤と吉居大和の姿が大きくなっています。
さあ徐々に近づいてこようかというところですが、瀬古さん、中央の吉居がずいぶんいいペースで飛ばしているようですよ。面白くなりましたね、吉居君もね、はい、昨年は1区でね、もう完勝ですからね、そうです、もう力のある子ですから、はい、これは面白いですね。で後ろにも三浦君いるでしょ。そうです、ちょっと聞いてみましょう、バイク山本さん、はい、ここが4位争いになります。順天堂大学オリンピアンの三浦龍司がスタートしています。そして去年にはオレゴンでの世界選手権何千メートル障害でも日の丸を背負いました三浦龍司、花の2区、2年連続の花の2区になりました。そしてその隣には法政大学のキャプテン4年生の内田俊太、この2人が4位争い、そしてその後ろ6位争いには留学生の2人です。創価大学のフィリップ・ムルア、そして山梨学院大学のボニフェス・ムルア、この2人が前の4位集団、三浦龍司、そして内田俊太、順天堂法政を捉えようかというところです。もうその差がなくなってきました。あるいはその後ろから青山学院大学の近藤幸太郎、日本体育大学の藤本珠樹、各チームのエースが花の2区にスタートしています。いや瀬古さん、もうどの選手をとっても区間賞候補という、これ三浦君どうしますかね、あの留学生とね、はい、ついていくでしょうかね。まあ、ついていかざるを得ないでしょうね。そうなりますかね。ご覧のようにもう先頭からも非常に詰まった位置でスタートしています。この順天堂の三浦で鶴見中継所では先頭の明治からはわずか18秒差、まあ、100メートルしか離れていないというところで襷を受けスタートしてきています。ですから1号車海老原さん、もうこの隊列でだいぶ後ろも見えますね。はい、もう渡辺さん、くっきりともうブルワの姿も見えますね、1号車からは。そうですね、まあ第3、はい、いわゆる第3集団もですね、かなり前半突っ込んできてますよね、はい。ということはもう本田坂、そして最後あの戸塚中継所の手前の、まあ、3キロの上り坂がありますから。そうですね、はい、スタミナがどうか。2号車森さんどうぞ。これで2位が変わりましたね。はい、そうですね、先ほど中央大学の、そうですね、吉井大和が前に上がってきました。愛知県の高梨出身です、3年生の吉井大和、前回は1区で劇的な区間新記録を叩き出しました。この中央大学の吉井大和、鶴見中継所では田澤よりも9秒後ろで受け取ったんですけれども、田澤を追いつきまして、そして前に行きました。そして後ろを走っているのが駒澤大学の田澤廉、4年生ですが、この田澤に対して大八木監督が去年も走っているから去年と同じ感覚でというふうな声をかけました。非常に落ち着いて入っているという両者、ただまず中央大学の吉井大和がこの田澤その後ろにピタッといたんですが、前に抜きまして、そして明治大学の小沢大輝の姿がもう50メートルを切ってきているという状況です。はい、いやもうこれだけ瀬古さん序盤から詰めて、あのかなりのハイペースで追い上げてきてますよね。吉井君の、ね、ペースが、ね、まあ、ちょっと、ね、早いような気がするんですけどね。権田坂と戸塚の山があること知ってるんですかね。もちろん、ね、確認はしてると思いますけれど もそれぐらいペース、知らないぐらいペース速いですからね。ちょっとこれは2回走った星さんにも伺いますけれども、はい、やはり終盤に大きな坂がある、そのあたりは入ってはいるとは思いますが、序盤かなり早いですよね。そうですね、やはり外国人留学生の選手も中心にやっぱり突っ込む選手というのは非常に多いですけれども、その上でもやっぱりあの上りを攻略する選手も近年は多いので、まあ、すごく楽しみです、ね。そうですか、はい、さあ海老原さん追いついてきますね。はい、もう明治大学と中央大学の差は渡辺さん10メートルぐらいになってきました。そうですね、これはまあ間違いなく追いつきますよね。はい、で今日レース前、渡辺さん、中央大学の藤原正和監督は1年間実は前回の箱根駅伝が終わった後、この吉井大和と話をして、来年はやはりエースなんだから2区を走ろうと、そう伝えたそうです。そうですね、やっぱりあの昨年度の1区の走りを見てれば2区も行けますよ。そうですか、はい、前回は1区で区間新記録を打ち立てました吉井大和がひたひたと近づいて、もう明治大学のキャプテン小沢大輝の後ろ5メートルまで近づいてきました。最多出場96回、最多優勝14回、まさに名門の白地に赤の C、 赤のタスキが今先頭、紫紺のタスキ明治大学の後ろにつきました。名門と古豪、明治と中央、今横に並びます。2区今先頭が変わりました。首位交代、中央大学が吉井大和がその母校のタスキを先頭に押し上げました。中央大学ここで往路優勝22年ぶり狙っていますが、2区の途中で本田坂の手前で先頭に立ちました。
この表情をご覧になっていかがですか。そうですね、吉井君多分ねかなり調子いいですよね。調子がいい、走りもね軽いですし、後半ですね、これもう上りのことはあまり考えない方がいいですよ。これ初めて走りますからね、はい、あまり考えすぎると良くないと思いますよ。区間記録はイエゴン・ヴィンセント東京国際大学1時間5分49秒ですが、中央の吉井大和は1時間6分30秒ほどを狙っていると、今朝藤原正和監督が話をしていました。ただ抜かれた明治のキャプテンの小澤大輝もしっかりついて、あとは駒澤の田澤廉が、渡辺さん、はい、これ虎視眈々と狙っているかどうか。まあ、田澤君はですね、もうあの走り方を、ね、よく分かってますからね、はい、まあ、後半勝負してくると思いますけどね、まずは首位交代、ただ虎視眈々と駒澤の田澤廉も首位を狙っています。瀬古さん、そのあたりはその経験のある田澤、そして初めて挑む吉井、その走りの違いが出てるんでしょうか。うん、ただそれにしてもですね、やはり、田澤君の調子がどうかなっていうところがありますよね。そうですか。一気に離れすぎますからね。いくらあのコース分かってても、やはりあのついていかないと僕はダメだと思いますけどね。なるほど、田澤君の力からすればですね。そうですか。まあ、順位はその鶴見を出発した時点では一つ落とす形にはなっていますけれども、この駒澤大学田澤が明治とは8秒差でスタートしていって、現在はまあ吉居に中央大学に抜かれて、ご覧の今位置関係まで来ています。改めてになりますが、瀬古さん、この吉居の走り、このまあ前回は1区で区間記録も作りましたけれども、特徴というのはどういったところがありますか。まあ、軽いですよね、腰が高くてですね、はいはい、これ小気味いいですよね。走ってても全然こうなんか違和感ないですよね。そうですか。気持ちいいですもんね。はい、ただね、2区は、はい、コンタサが超えてからが勝負ですから、はい、最後に残り3キロの、ねアップダウンもありますので、はい、それ知ってる田澤君はね、やはりちょっとね控えてるのかもしれませんし。そうですか、はい、さて後ろ見ますが、バイクですね、山本さん。はい、4位争いが3人になりました。法政大学の内田俊太がちょっと遅れまして、その差が2秒から3秒。4位集団は3人、創価大学のムルア、そして山梨学院大学のムルア、そして、順天堂大学の三浦龍司という3人になっています。そしてその前方なんですが、駒澤大学の田澤の背中も大きくなってきました。あるいは各校のエース、この3人で駒澤大学の田澤もこの後捉えていくということになるんでしょうか。4位集団です。はい、山梨学院大学ブルーは走ってますが、鶴見で8位というのはここ10年では最高の成績だそうです。まあ、予選会から上がってきていますけれども、山梨もまあ復活なるかといったところでしょう。さて、さらに後方3号車です、中野さん。はい、こちらが9位争いになります。2人のエースが争っています。東京国際大学の丹所健、4年連続の箱根路になります。前回は3区を走って区間賞でした。本庄にゴールドのユニフォーム、そしてその横が日本体育大学、こちらも日本体育大学のエース、4年連続の箱根路、藤本珠樹、この2人が争っているんですが、平川さん、はい、その後ろからですね、平林清人、国学院大学が迫ってきました、はい、この国学院大学の平林清人と、そして城西大学の1年生、予選会チーム日本選手トップの斉藤翔也、この2人が間もなくこの9位争いに加わろうとしています。9位争いは東京国際大学の丹所、日本体育大学の藤本、そして国学院大学の平林、この学生を代表する3人のエースがこの9位争い、そして1年生城西大学の斉藤も加わろうという戦いになってきました。この中央にあります黒の国学院大学平林は学生ハーフで優勝、非常にこの実力のある選手。一方の丹所健、こちらは神奈川県横浜市出身、地元を走るということでより一層の気合を入れていました。さあ、この9位争いが4人になって、さらに後ろから大東文化大学ピーター・ワンジルもこの集団に加わるかもしれません。全日本では1区区間賞のピーター・ワンジルも加わって、9位争いが激しくなってきています。はい、さあレースが動いていますが、では1区の順位を整理します。関東学生連合の育英大学新田が素晴らしい走りを見せましたが、区間賞先頭で通過は明治大学になりました。そして2位に駒澤は8秒差、記録の残らない関東学生連合3位相当、そして4番手できた3位法政大学という以下順位、中央は17秒差というところですが、現在先頭を走っています。青山学院7位で19秒差、そして今9位争いの紹介でもありましたけれども、徐々に前との差も詰まってきています。1分44秒で全21チーム通過、この10年で最も差のない全チーム通過の鶴見となりました。平川さん、はい、あ、はい、どうぞ。先頭争いですが、
ちょっと吉居大和が前に出ましたね。あの明治の小沢が横に並んでいたんですが、ちょっと2メートルから3メートル遅れました。ちょっとその差が開いていくかもしれません。そうですか。さて区間賞は改めてご紹介しますと、明治大学が獲得ということになりました。明治大学の4年生富田が取りまして、では区間賞のインタビューをご覧いただきます。それでは1区区間賞を獲得しました明治大学富田俊平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後の箱根駅伝4年生、そして初めての往路での区間賞です。今どんな気持ちですか？はい、やっぱり最後に箱根、最後の箱根駅伝でしっかりと結果を残すことができましたので、学生競技に、はい、全くの悔いなく終わることができて本当にすがすがしい気分です。それにしても壮絶なレース展開でした。前に先頭行く1番目の関東学生連合新田選手が見えたときはどんな思いでしたか？そうですね、やはり正直飛び出した時はちょっと突こうか迷ったんですが、自分がやるべきことは、何よりもシード権を獲得するために、いい順位で渡すことですので、それだけを考え、今じっと耐える時だと思って、走り抜きました。最後関東学生連合に追いついた時はもうあれ以降は執念でしょうか？そうですね、やはりラストは自分の、最後の箱根駅伝4年生として、そして自分が明治の主力、なんだという思いで、エースになろうという思いで走りました。チームとしては去年明治大学は14位シードを逃しました。チームとしての意気込みを最後に聞かせてください。後続の選手も、それぞれが近い、ものすごい強い力を持っていますので、全員が区間上位で必ず走ってくれると信じています。この先も、明治大学の応援のほどよろしくお願いします。素晴らしい区間賞富田俊平選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。明治は86回の北条隆選手以来13年ぶりの1区の区間賞でした。では2区のコースをご紹介します。エースが集う花の2区は 23.1 キロ、鶴見中継所をスタートし港町横浜へ。序盤から熾烈な抜き合いが展開されます。ポイントとなるのは14キロからのゴンタ坂。戸塚中継所までのラスト3キロは急激なアップダウン。戸塚の壁と呼ばれる難所が選手を待ち受けます。さあ現在中央の吉居大和が先頭、明治がピタリとついています。第99回箱根駅伝は2区に入りました。4位争い、この後変化が出てくるかもしれません。今、創価大学のフィリップ・ムルワ、そして山梨学院大学のボニフェス・ムルワがちょっと出まして、三浦龍司とちょっとその差が開きました。ムルワが先ほど6キロの通過が17分06秒、というこの、4位集団3人なんですが、その後ろから連覇を狙うディフェンディングチャンピオン青山学院大学の近藤幸太郎もひたひたと迫ってきました。もうその差が5秒を切るくらいまで迫ってきている4位集団。三浦龍司がちょっと離れました。あるいは青山学院大学の近藤、そして留学生2人、果たしてこの後どうでしょうか？はい、瀬古さん、順天堂の三浦が、はい、この前の留学生2人についていくようなそんな姿にも見えたんですけれども、ちょっと差が出始めたんですかね。ちょっとペース上げたんじゃないですかね。なるほど、はい、疲れて離れたわけじゃないですかね。あ、なるほど、自分のペースでいってるんだと思いますね。そうですか。では画面変わって1号車です。今明治大学のキャプテンの小沢がアームウォーマーを投げましたが、渡辺さんも5メートルぐらい遅れましたね。そうですね、吉井君かなりペース上げてますよね、はい、で今私のラップではですね、はい、おそらくヴィンセント選手とか相澤選手が区間ね、5分台で走った時のペースと一緒なんですよね、はい、だからこのまま行けば1時間落ちなければ1時間5分台のペースです。1時間5分台が出る。今中央大学の吉居大和が先頭をがっちりとキープして、明治大学のキャプテンの小澤大がちょっとついていけない。15メートル遅れました。先頭新州の陽光に照らされている白に赤字の C、 中央大学先頭吉居大和、手元の時計で先ほど7キロが19分32秒ぐらい。ヴィンセントの記録は渡辺さんおっしゃっていましたが19分30秒でしたから、はい、ほとんど変わらない、あるいは区間記録を打ち立てるかという吉居大和。そしてもし中央大学が戸塚中継所先頭でこの伝統の襷を運びますと、
後ろ運営管理車に乗っている藤原正和監督が4年生の時にトップで襷を運んで以来20年ぶり、その監督が絶対お前は2区を走れと言われて走っている吉居大和先頭です。ずいぶんかなりいいペースで走っているようですが、あ、バイク山本さんどうぞ。はい、先ほど三浦龍司が前を行く留学生の2人から離れまして現在6位です。そしてその後ろから青山学院大学のエース近藤幸太郎がその三浦龍司の背中近づいてきました。その背中が大きくなってきました。先ほど手元で測りますともうその差が2秒まで縮まってきました。青山学院大学は先ほど鶴見中継所では、7位で襷を受け取りましたが、あるいはここで一つエースの近藤幸太郎で順位を上げるということになるんでしょうか。6位順天堂三浦、7位青山学院近藤幸太郎です。この2人とも2年連続で花の2区を任されています。前回三浦はこの2区で11位、そして近藤は区間7位という成績ですが、瀬古さん、この近藤の走りどうですか。まあ、いいんじゃないですかね。落ち着いてね、前半も来てますからね、はいはい、ここから自分のペースで行って、これ三浦君と、近藤君が一緒に行けばですね、田澤君にこう追いつけるチャンスありますよね。あ、なるほど。スタジオゲスト帝京大学の星さん、はい、2区を走った経験から、まあ、この辺りからどうでしょう、徐々にその坂のことも意識し始めてくるんですかね。まあ、そうですね、権田坂の上りが近づいているっていう認識は間違いなくあると思いますし、そうですか、そこの攻略は間違いなく2区のキーポイントだと思いますので。今画面の2人の走りはご覧になっていかがですか。まあ、そうですね、近藤選手は最初から自分のペースで淡々と刻んでいる印象なので非常にいいのかなと思いますし、三浦選手も留学生からは離れましたけど、ここは近藤選手が追いついてからどういう走りをするかっていうところだと思います。そうですか。そして映像先頭に戻りましたが、また差が徐々に開きつつあるという印象の今対立になりました。さあ、横浜駅前に選手が今通過をしていきますので、このポイントでまた鶴見中継所からスタートしたその差の変化などもお伝えできればと思います。鉄道開業から去年で150周年、新橋横浜間に鉄道が敷かれて150年を過ぎましたが、まず先頭で中央大学通過、そして鶴見は先頭で行きました。明治大学が逆に8秒の差をつけられて今通過、そしてその後ろ駒澤大学後ろ1秒差、そして山梨学院創価、この2人のムルワが揃って通過していって、あ、今今度追いつきましたね。今三浦を捉えて今横で一緒に並んでいきました。そして法政大学の内田が28秒差、順天堂青山学院で先頭からは22秒差、前の創価山梨とは4秒差という対立に変わっています。そして今大東文化大学4年ぶりですが、はい、どうぞ。2号車2位が変わりました、はい、駒澤の田澤、前回の区間記録区間賞田澤廉が今2位、明治大学小澤大輝を今捉えます。先ほどの鶴見中継所ではほとんど差がなかったこの両者、さあ今前に出ました。とどまることは知りません、後ろで止まることもありませんでした。並ぶことなく一気に抜いていきました。これで1位が中央大学、そして2位が駒澤大学、3位が明治大学となりました。そしてその後ろなんですが、創価大学のムルア、そして山梨学院大学のムルア、その姿がですね、7秒から8秒とじわりじわりと縮まってきています。はい、横浜駅の前のポイントを今早稲田大学が15位で順位を1つ落として通過、その後ろ東海大学が通過していきました。ご覧のように今2位が変わって、2位に駒澤大学の田澤廉、そして3位に明治大学が入りまして小澤大輝キャプテンが走っています。さあ、帝京大学の姿が見えました。帝京大学17位で走ります。帝京大学3年生の西脇翔太、そしてその後ろからは東洋大学18位で今姿が見えています。2年生石田光介、宮下さん、この石田非常に期待されている選手、初めての箱根になりますがどうですか。そうですね、苦しい展開での、まあ、走り出しとなりましたが、ね、今後東洋大学を引っ張っていく選手としては、やはりここでしっかりと走ってほしいかなと思っています。そうですね。さあ、立教大学来ました。立教大学は1年生の国安博人、28分53秒という持ちタイムの選手、立教大学が19位、通過では20番目、そして最終ランナーになります、専修大学のダンカン・キサイサ2年生。お兄さんのレダマ・キサイサ選手は桜美林大学から日本の実業団に進んでいます。これで今全21チームすべての選手が通過しまして、先頭からは2分31秒差というところです。
さあ映像はバイクに変わりました。はい、現在6位の青山学院大学近藤幸太郎が4位集団に上がってきました。もうその差が1秒を切ってきました。前を行っている創価大学のフィリップ・ムルア、そして前を行く山梨学院大学のボニフェス・ムルア、2人の留学生ランナーの後ろに青山学院大学の近藤幸太郎がつきました。近藤幸太郎がつきました。鶴見から順位を上げてきた近藤幸太郎、三浦龍司はちょっと遅れて、その差が2秒から3秒となっている4位争いです。うん、瀬古さん、この近藤が三浦を抜いて割とすぐにこの距離をつけましたね。三浦君の方がね、少し心配ですよね、はい、そうですね、離れ方が早いですからね。はい、うん、ご覧のように今差が開いています。さて先頭で通過しました中央大学の吉井ですけれども、横浜駅の通過が22分50秒で、まあ、2区の日本選手の記録、東洋大学相澤さんが作りましたけれども、そのペースよりも17秒早く通過しているということだそうです。まあ、吉井君も田澤君もそれほど離れてませんね。そうですね、同じような感覚で来てますから ね、はい、ですね。田澤君もまあこれはちょっと安心ですよね。はい、映像1号車になりました海老原さん。はい、渡辺さん、非常にいいペース続いていますが、はい、吉井大和この後保土ヶ谷右に曲がって権太坂、はい、どのあたりがポイントになりそうですか。そうですね、まず権太坂でしょうね。これ山、はい、上りのペースがどこまで持つかというか、そこで攻めていければ、はい、5分台が見えてきますね。田澤の状態どうでしょうか。その差どうですか、中央の吉井大和と。いや、あの、いや、吉井大和君のペースが良すぎて、田澤君が良くないように見えるんですけど、はい、なんか田澤君も結構無難に6分前半ぐらいのペースで走ってきてるんですよね。落ち着いて入っている、落ち着いて入ってますね。なるほど、もしかしたらこれ吉井君が後半伸びなくなると、はい、田澤君が追いつく可能性もあるのかなっていうふうには思いますよね。そうですか。吉井大和はこの1キロ2分42秒で1キロを通過していました。いや、瀬古さん、相変わらず吉井もいいですし、田澤も来た人と来ているんじゃないかと。まあ、2区はね、権田坂を越えてから、それから勝負ですから、そうですか、はい、ここまではね、ウォーミングアップだと思って走った方がいいですね。なるほど。今横浜駅を通過したタイムで見てみましても、まあ、非常にいいタイムで来ていますが、今10キロ海老原さん通過しましたね。はい、吉井大和は10キロ28分ちょうどでした。28分ちょうどというペースで来ています。はい、どうぞ。そして駒沢の田澤は28分20でしたね。ああ、そうですか。田澤は10キロね、いいよいいよ。いや、田澤も決して悪いペースではありません。平川さん、どうぞ。3位が変わりそうです。明治大学に4位集団の3人が追いついてきました。先ほど明治大学山本裕樹駅伝監督からキャプテンの、小沢大輝に対して声がかけられまして、明治大学の小沢も右手を挙げて答えました。さあ、その後ろに4位集団の3人が迫ってきました。もうその差が1秒なくなりました。これで3位集団4人、3位集団4人になりました。この集団の中では、先ほど、近藤幸太郎が沿道から何か指示をかけられまして、左手を挙げました。そしてここで各チーム3位集団の4人が給水です。水を取りました。水を取って、さあこの後一度ばらけましたが、3位集団この後どうなってくるでしょうか。またちょっと明治大学の小沢が前に出て後ろに3人という形、3位集団この後どう変化していくでしょうか。近藤幸太郎がちょっと留学生2人の後ろについたというこの争いです。さあ、この後3位集団あるいはその前まで追いかけていけるんでしょうか。格好のエースです。さあ、ここで並んで抜いていくようですね。前に出ました、前に出ました。創価大学のフィリップ・ムルア、そして山梨学院大学のボニフェス・ムルアが2人で前に出て、これで3位に上がりました。明治大学が5位、そして後ろから青山学院大学のエース近藤幸太郎も来ました。近藤幸太郎も明治大学の小沢に今並ぼうというところです。並ぼうというところ、そして前に出ました、前に出ました。さあ、3位集団が3人、明治大学の小沢はこの後ついていけるんでしょうか。上位陣も順位が変わっています。2区10キロで給水を取った各選手、また順位が入れ替わってきています。第99回箱根駅伝です。戸塚の壁の向こうには世界が広がっています。1時間6分13秒、歴代4位。7位が変わります、7位が変わります。オレンジエクスプレスのエース内田が、日本のこの 3000m 障害国内無敵でもあります三浦龍司を今抜きました。法政大学が7位に上がりました。三浦龍司がこれで8位に落ちました。そして前に目をやりますと、次の大学ももう迫ってきています。明治大学の背中も見えてきた。法政大学の内田快走です。さあ、映像は1号車です。はい、
渡辺さん、はい、吉居大和と田澤廉の差が手元で測りますと5秒ほどになってきましたが、そうですね、はい、まあ、吉居君は淡々と2分、ね、55秒ぐらいのラップを刻んでますけど、はい、やっぱり田澤君、ね、この2区経験してるんで、これ10キロからちょっと、ね、エンジンがかかってきてペース上げてますよね。明らかに体の動きが変わってきてますね、田澤が。そうですね、まあ、田澤君は前半、ね、非常にまあ慎重に入りましたからね、まあ、ここの2区はですね、やっぱり前半、はい、慎重に入った方が後半伸びるんですよね。そうですか、はい、そういう意味ではちょっと吉井君もですね、ここで1回追いつかれてからですね、はい、1回ちょっと休む形になるんだと思いますね。なるほど。この後保土ヶ谷橋の交差点を右に曲がりますと、だらだらと登っていく権太坂、その後本格的な上りがあって下っていって、そして最後3キロ上り坂が待っています。今初めて吉居大和がだらーんと両の手を下に下げました。表情のご覧になって吉居大和いかがですか？いや、まだ今のところその疲れとかはないとは思うんですけど、はい、この権太坂ですよね、この上りでどういう走りができるのかなってところですよね。渡辺さんも区間記録を打ち立てましたが、その坂の切り替え、上りの切り替えというのは何がポイントなんでしょうか、走り方。そうですね、ちょっと前傾姿勢にましてですね、はい、とにかくここで一回休みたくなるんですけど、休まずにしっかりと上っていくってところですよね、はい、そうですか。今保土ヶ谷橋の交差点、鈴なりの観衆の中、大きな拍手がこだましています。今ちょっと苦しそうな表情、もう田澤が近づいてきました。権太坂の手前で駒澤大学史上5校目大学駅伝3冠を狙う駒澤大学のエース田澤廉が今先頭に立ちました。首位に立ちました藤色の襷。吉居大和が今ちょっと後退、2メートル3メートル後退していきました。吉居大和ついていけるかどうか。だらだらと坂が登っていくところ、田澤廉がまた今年もこの花の2区で先頭に立ちました。その差が5メートルから6メートル。渡辺さん、離れていきますが、はい、吉井どうでしょうか。そうですね、まあ、吉井君ね、ちょっと前半突っ込んだ突きが、ね、来ているとしたらですね、ちょっとここの後きつくなるんですよね。はい、田澤廉はこの後の坂をもう知ってますからね。そうですね。さあ、前半は落ち着いて入った駒澤の田澤、その差が10メートル開きました。吉居大和も1年間この2区のために準備してきたと藤原監督言っていましたが、この後どれだけのスタミナが残っているでしょうか。瀬古さん、逆転というシーンになりましたが、田澤君ペース自分で溜めてたんですね。そういうことですね、クレバーな選手ですね。いや、やっぱり、ね、何回も走ってる2区の、ね、ベテランですよね。そうですね。スタジオゲストの星さんも2度走りましたが、はい、この今その田澤の計算といいましょうか、はい、考えですよね。そうですね、2回経験していて昨年は区間賞も取っているので、本当にさすがの走りだなと思いますし、今後さらにもっともっ と記録を伸ばすような走りになっていくんじゃないかなというふうに思います。そしてここからですね、坂はね。はい、もうここから坂になりますし、登り切ってからまだ8キロ以上ありますので、そうですね、そこはすごく考えて走らなきゃいけないポイントになりますね。第99回箱根駅伝首位逆転、そしてここから坂です。大学を置きまして、前回王者の青山学院大学4年生近藤幸太郎、去年もこの2区でしたので2年連続での2区、やはり経験者前に出てきました。近藤幸太郎が今単独3位、そしてその前に行きます中央大学の吉居までの距離が残り 20m 近くになってきました。あるいはこの後2位が変わるかもしれません。瀬古さん、やはり吉井がまあ抜かれはしたんですが、どのぐらい維持できるかというところで、後ろから迫ってくるという近藤ですね。田澤君との差がですね、一気に離れましたからね、離れましたね、そこはちょっと心配ですよね、はい、2区はね、もう15キロ過ぎてからがね、はい、もう2区ですから。そうですね、はい、さあ、映像は1号車に戻りました。先頭の駒澤の田澤廉、14キロ39分54秒、上り坂始まっていますが、この1キロ2分56秒で推移しています。それでは白バイ隊員をご紹介します。まずはセンターライン側、神奈川県警第一交通機動隊川崎慎吾巡査部長。ランナーは箱根路で躍動してもらい、我々はその熱い思いを背負い、この大会を何事もなく安全に行うために尽力したいと思います、そう話しています。続いて歩道側、神奈川県警第一交通機動隊佐藤元気巡査長。幼い頃からの夢、感謝するとともに責任の大きさに身が引き締まる思いです。選手が練習の成果を十二分に発揮できるよう任務に就きたいと思います、そう話しています。はい、2号車どうぞ。さあ、そして2位が今変わりました。青山学院大学の近藤幸太郎が中央大学の3年生吉居大和を今抜いていきました。並走することはありませんでした。
センターライン側から抜きまして、その前に出ました。さあ吉居がここで近藤についていくことができるでしょうか。中央大学の吉居大和、一時は先頭を奪いましたが、近藤幸太郎が奪い返すという現在の2位争い。さあ権太坂、緩やかな上り坂になってきまして、今近藤幸太郎、その経験者としての青山学院大学の近藤、そして初めての2区の中央大学の吉居、今近藤が逆転。ただ吉居はここから離されることはありません。2人で前を行きます。駒澤大学を狙っていきます。さあ中央の吉居はどのくらいこの位置を、そして前を伺う位置を守っていけるかどうかというところになりますが、瀬古さん、この田澤の表情も、まあ、ここ一番急坂ですからね、まあ、みんな苦しいと思いますね。まあ、旧東海道の権太坂は傾斜のきつい坂が1番坂、2番坂とかつては続いていたそうですけれども、まあ、この表情にさせる今の新しいルートのこの権太坂を厳しい表情で登っていきます。あと 200m です。我慢我慢。そうですね、はい、15km、その給水ポイントが、まあ、この坂の頂上ということにもなります。その坂の上から見る神奈川の海は大変美しかったと、その昔からも言われていたそうです。それだけ高いところを登っていく各選手たちの走りになります。海老原さん、表情かなり変わってますが、どうでしょう。はい、まもなく田沢連15km 通過しますが、ちょっと険しい表情。今汗を拭って15km 通過しました。給水です。仲間が水を渡します。ちょっと日差しも出てきてどうでしょうか。暑さは渡辺さんどうですかね。まだ10度いかないぐらいですからね。ここで給水をしっかりとってですね、まあ、後半ね伸びていけば5分台ありますね、はい、今大谷監督が声をかけています。青山学院の近藤との差を伝えています。15キロ、42分55秒で駒澤大学の田澤は通過しています。この後は近藤とお前の戦いだからなと、という今大江監督からリラックスしていけという声がありました。ではこの権太坂の頂上のポイント、前との差を見ていきます。駒澤大学田澤が通過、そして今2位に青山学院大学の近藤が上がって、吉居もぴったりついています。今その権太坂の頂上を通過して、近藤がこの前の田澤とは19秒差、2位グループになっています。そしてこちらが4位グループになります。山梨学院大学のボニフェス・ムルワ、創価大学フィリップ・ムルワ、2人が32秒差、先頭との差、前の青山学院中央とは13秒差になっています。そして法政大学、順位は3つ落としていますけれども、4年生の内田俊太が走ってきています。神奈川県は横須賀市出身です。先頭からは47秒差。そして鶴見は先頭で通過の明治大学4年生のキャプテンの小澤大輝、そして順天堂大学三浦が先頭からは56秒差の8位で通過してきています。そして3つ順位を上げました国学院大学2年生の平林清人、先頭からは1分11秒差、前とは15秒差という差がついています。さらに今順位を、国士舘大学のカマウ、ピーターカマウは3つ上げて権太坂を登り切ってきました。その後ろからは東京国際大学の丹所健、4年生最後の箱根になります。東京国際は1つ順位を落としていますが、4区にヴィンセントが控えているという区間配置です。日体大キャプテンの藤本、日体大4年生の藤本、そして城西大学通過、そして東海大学、前回去年は怪我に泣いた石原が今順位を5つ上げています。早稲田の2年生の石塚、今権太坂の頂上を通過、早稲田で1分50秒差。そして大東文化大学の姿は見えてきました。ピーター・ワンジルです。4年ぶりの箱根路、先頭からは2分4秒差になります。仙台育英高校に来日して入学しまして、真名子監督からはずっとその指導を受けているということにもなります。そしてあの1区で素晴らしい新田の走りがありました。関東学生連合チームオープン参加になりますけれども、今通過していきました。
関東学生連合チーム17番目で通過ということになります。そして帝京大学3年生の西脇翔太です。愛知の明慶大高倉高校出身です。今回の去年の高校駅伝でチームは初出場を果たしました。そして今19番目でその選手が見えてきます。帝京大学の後に立教大学が今18位で来ました。1年生の国安、この立教大学で先頭からは3分7秒差、前とは27秒差。そして東洋石田、初めての箱根になります。前回はエントリーのみ、走ることはできませんでしたが初めての箱根、そして初めての2区に挑んでいます。そしてこちらが最終ランナーのダンカン・キサイサ、順位は20位、学生連合が前にいますので21番目、最後のランナーで今権太坂の坂を上り終えて今下りに入ってきています。さあ映像バイクに変わりました。綾本さんどうぞ。はい、現在11位を走っています東京国際大学丹所健、日本選手のエースでもある丹所健です。神奈川県は横浜市の出身です。初めてこの花の2区、地元を走っているという丹所健です。沿道からも大きな拍手でこの丹所健の背中後押しされています。前回は3区で区間賞を取りました。日本選手最高を28秒を更新するという素晴らしい走りがありました。この2区を走って次のステージにつなげていく2区にしたいと言っていました。4年連続4度目の箱根路、初めての花の2区です。そして東京国際大学は現在11位、この後3区には白井、そして4区には2区と3区の区間記録を持っているイエゴン・ヴィンセントも控えているという東京国際大学。丹所健がどれだけ前と詰めてそのたすきをつないでいくことができるんでしょうか。瀬古さん、東京国際が今権太坂のポイントでは先頭から1分32秒差、はい、ヴィンセントの力があればというところで、まあね、3区はうまく、ね、走って、ね、ヴィンセント渡せば、はい、あれ1分から1分半は、ね、はい、追いつけますからね。逆転という、ありますね。山の中でつないでいけるかというかで、はい、どうぞ。東京国際大学の大志田監督は、4区のヴィンセントにつないだ時点で前と、1分30秒までなら逆転できると今日スタート前そう話をしていました。そうですか。いやー、となりますと今現在11位ですが、また先頭に顔を出してくるかもしれません。その後ろ3号車です。平川さん、はい、東海大学のエースの石原がこれで9人抜きです。ただ今日体大のエースの藤本、玉木も横に並んでなんとか食らいついていこうというところ。この石原の表情をご覧ください。眉間には深いしわ、口は開いています。苦しそうな表情です。ですがこれがいつもの石原です。石原はいつもこの表情でこの区間快走を見せています。1年生の時にも区間賞を見せました。この2区を今回走って9人を抜こうかというこの東海大学のエース石原。前回東海大学は10区残り1キロというところでシードを失いました。そのシード復活に向けてエース快走を見せています。はい、東海の石原は全日本で3区区間賞を取りましたが、走り終わった後のインタビューでは涙を流しているようなそんな姿もありました。箱根にかける思いも気は高いものがあります。札幌ビール新春スポーツスペシャル第99回箱根駅伝、さあ権太坂は上り終えました。各選手です。相澤が前に行きます。前に出たのは相澤明です。タスキを渡しました。1時間5分57秒区間新記録。18キロの通過が51分23秒、この1キロ2分51秒、そして渡辺さん、はい、その後ろに青山学院の近藤、そしてその後ろにピタッと中央の吉山とがついていますが、はい、どう見ますか。そうですね、吉井君からしたらですね、ちょっと1回きつくなった時に、はい、青山学院の近藤君が来てくれて、そうですね、それがペースメーカーで使えてですね、ちょっと助かった部分はあるんですよね。なるほど。それであとですね、今田澤君と近藤君のこれ区間賞争いだと思うんですけど、はい、おそらく今7秒8秒ぐらい田澤君がちょい勝ちぐらいなんですよ。少し勝っているぐらいなんですよね、はい、そうなるとちょっとこの後の区間賞争い、近藤君との、ね、争いが面白いなっていうふうには思うんですよね。最後の上りでしょうか。そうですね、はい、逃げる駒澤田澤です。はい、今渡辺さんからもありましたが、瀬古さん、吉井としてはこの背中を、まあ、追っていく、そんな走りになるんですね。まあ、顔は、ね、少し苦しくなってきましたけども、ここはやっぱり助かりましたよね。そうですか、はい、一人で、ね、走ってたら結構辛かったと思いますけどね、はい、このまま最後の上りまで ね、 そうですね、行ってほしいけどね。個人の順位、権太坂のポイントでは田澤の方が8秒、この青山学院の近藤よりもいいペースで走っている、この区間賞争いということにもなります。
ご覧のようにこの2位争いをしている2人の視線から前の田沢まで権太坂では19秒差、まあ、およそ 100m ほどの差にはなっていますが、果たしてそれがどのくらいまた空いてきているかどうかというところでしょう。映像バイクに変わりました。はい、8位の國學院大學まで上がってきました。國學院大学の2年生平林清人が前を行っている順天堂大学の三浦龍司をもう捉えようかというところです。2年生の平林清人は鶴見中継所は12位で襷を受け取りました。さあその三浦に並ぼうというところ、今並ぼうというところです。7位で順天堂國學院が並んで今前に出ました。前に出ました。平林清人が7位までこれで順位を上げてきました。鶴見中継所からは5つ順位を上げてきたという初めての花の2区。前回は9区を走って1年生ながら区間2位、2区を走れる準備はしている、前回9区を走っているのでコースは分かっていますと話していました國學院大学の平林清人。そしてその後ろには順天堂大学の三浦龍司もついています。ここが7位争いのこの2チームです。平林5人抜きというここまでの追い上げです。さあでは待ち受けます戸塚中継所の様子を聞きます。安藤さん。はい、権太坂を越え武蔵の国から相模の国に戦いの舞台が移りました箱根駅伝。戸塚中継所は緩やかに北風、ランナーにとっての追い風を感じます。さてトップを走る駒澤大学ですが、エース田澤から助けを受け取るのは2年生の篠原幸太郎、初めての箱根駅伝の出走です。そして追い上げてきた青山学院大学、4年生で箱根デビューです。横田俊吾がこの後タスキを近藤から受け取ります。どんな思いを込めてエースはタスキを渡すんでしょうか。到着を待ちます戸塚中継所です。瀬古さん、映像でもご覧になっているこの最後の坂です。はい、どうぞ。2号車ですが、はい、中央大学の吉井大和が前に出ました。ここまで5キロ以上ずっと並走を続けていましたこの両者。青山学院大学の近藤が前で、そして中央大学の吉井大和が後ろだったんですが、ここで19キロを過ぎまして中央大学の吉井大和が前に出ました。ただ近藤がどうでしょうか、歩道側から今横に並ぼうとしています。つばぜり合いになりました。2位は譲るわけにいかない、そんな両者のプライドがぶつかり合っている2位争いです。瀬古さんは吉井も少しこう溜めておいた部分もあると思うんですけれども、これ2人でね、行くとですね、前田澤君追いつけるチャンスありますからね。そうですか、これセンター平川さん、どうぞ。あ、この2人がですね、見えてきました ね、 したね、者から、はい、もうこれ渡辺さん、60メートル、はい、いや50メートルぐらいの差になってきてるんではありませんか。そうですね、さっきゴンタザカで8秒負けで吉井君が10秒負けだったんですけど、今多分同じぐらいですね、はい、区間賞争いでこれ今3人並んでます、ね、ちょっと田澤が今空を見ましたね。表情どうでしょうか。そうですね、ちょっと田澤君がですちょっときつそうなんですよね、まだ、はい、ただ動いてはいるんですけど、ちょっと顎も上がって口も開いてきましたね。そうですね、これ20キロ過ぎてから残り3キロの区間賞争いじゃないですか。はい、ちょっと眉間にもシワが寄って、ご覧のようにその後ろ青山学院のエース近藤、そして中央大学のエース吉井大和がひたひたと近づいてきました。その差が縮まってきている先頭争いです。さあ最後の残り3キロ坂はどうなるでしょうか。第99回箱根駅伝です。前に出ました、一気に抜き去りまして1時間5分49秒大記録が、その差がもう5秒になってきました。その差がもう5秒になってきました。渡辺さんどうでしょうか、田澤の表情。そうですね、田澤君もこれ力振り絞って走っているんですけどね、はい、これ勢いは後ろの近藤君と吉井君の方が、まあ、あるような気がしますよね。そうですか、先ほど運営管理者大八木監督、駒澤大学田澤廉に対しまして声をかけました。入学当初から大八木監督がお前を世界で戦える選手にすると言ってくれた、それが嬉しかったと言っていたエース田澤、最後の箱根4年生、監督の熱意に応えたい一心で4年間練習を積み重ねてきたと言っていました。4年間で人間性も育ててくれた、4年分の感謝を優勝で伝えたい、それが一番の大八木監督への恩返しと言っていた田澤ですが、非常に苦しい表情になってきました。眉間にシワが寄ってきました。まさにここからが渡辺さん、最後壁と言われる戸塚の上り坂です。そうですね、これ21キロで1回これ次1キロ下りますから、はい、そこで一気にこの下りを降りないと、はい、最後の残り1キロ上がれない、上れないんですよね。そうですか、はい、そういう意味ではですね、ここのもう1回これ切り替えですね、はい、あ、これ吉井が前に出ますか。
青山学院の近藤と中央の吉居が前に出ましたか、前に出たか、2位が変わったか。蛯原さん、吉居の表情、はい、吉居が前に出ました。はい、あの先ほど藤原監督からお前は絶対に世界に出ていくんだ、ここで負けるわけにいかないと、その言葉を聞いた瞬間にですねギアを変えまして一気に前に出ました。吉居大和が前に出た。近藤幸太郎はついていくことができない。さあ吉居大和、蛯原さん、その差も15メートルほどになりましたか。15メートル。さあ今度は駒澤の田澤とそして中央の吉居の争いになるのか。青山学院連覇を狙うエースの近藤幸太郎も最後の箱根駅伝ちょっと苦しいか。6メートル7メートル遅れました。吉居大和が帰ってきました。吉居が帰ってきた。まさにエースの共演、これが花の肉と言われるゆえんです。エースが揃っている。藤色、真っ赤な中央、そしてフレッシュグリーン。さあ苦しい硬さは顎が上がってきました。渡辺さんどうでしょうか。そうですね、勢いだとこれ吉居君なんですけど、吉居君ちょっと上りがですねあまり得意じゃないというか、はい、あともう気持ちなんですよね。今はちょっと下ってますか。そう、今は下りなんですけど、はい、最後1キロ上りますから、ちょっと今まだこれ区間賞争い、今吉居君と今近藤君が同じぐらいですかね、はい、ですのでちょっとまだ分からないですね、誰があの区間賞を取るかですね。まだ分からない。3区は走りました吉居、そして去年は1区で区間新記録、初めての花の2区、藤原正和監督がこの2区でトップで襷を渡して以来、もしトップで逆転で襷を渡すと20年ぶりになりますが、果たして最後の最後で首位交代があるのか。田澤どうか。最後の箱根駅伝、汗が滲んでいます。信州の横を真正面から受けています。その差がもう10メートルほどになってきました。10メートルほど。ここからどうやって切り替えられるか。そうですね、ただ多田君もですねここから結構粘るんですよね、はい、で今多分区間賞争いちょっと負けてるのは大八木さんからあの今ね聞いてますから、田澤はそうですね、ここでもう一回こう切り替えて、はい、もう絶対主導権渡さないぞっていう走りですよね、来年のパリオリンピックが目標という田澤廉、果たして逃げ切れるかどうか。心配そうに見つめる大八木監督、恩師が見つめています。最後の箱根駅伝、さあどうか。今年も駒澤がトップで戸塚中継所たすきを渡すのか、藤色がトップか、あるいは真っ赤なたすきか。ちょっと青山学院のエース近藤は苦しいか、ちょっと置いていかれています。ご覧の今差になってきていますが、瀬古さん、田澤君が日本人に抜かれるのはあまり見たことないですね、はい、これはちょっと勢いからしたら吉井君ですけど、そうですか、あとはもう意地ですね、田澤君のね。スタジオゲストの星さん、はい、この後最後に登りますね、はい、本当にきついところだと思うんですけれども。そうですね、ここは本当に思い出すのも嫌なぐらいのきつさがあるんですけど、本当に傾斜もかなりあるので。残り1キロ声をかけます、はい、まあ、ラストどの選手が勝つかまだまだ分からないなと思います。トップで後ろ行けよ、後ろ5秒、後ろ5秒、もう一回トラー最後箱根で聞く最後の恩師の声を聞いて、田澤切り替えられるか。吉居が近づいてきました。吉居が近づいてきた。中央大学の吉居大和、どうですか、上りで近づいてきましたね。そうですね、これ吉居君ですね、ちょっとまた動き切り替えましたよね、はい、切り替えた。さあ田澤との差がもう5メートルになってきた、5メートルになってきた。まさに最後力を振り絞れるかどうか。もう戸塚中継所目前、首位交代はあるのか。逃げる駒澤、2年ぶりの箱根の優勝を狙っています。そしてまず中央大学は22年ぶりの往路優勝を狙っていますが、ちょっとまた田澤が逃げます。田澤が逃げる。最後の箱根駅伝4年生、後ろ3年生吉居大和、ちょっとまた開いたか。また開きましたかね。そうですね、ここ傾斜がちょっとまたきつくなるんですよね、はい、でここからですね、もうまだあと600メートルぐらいあるんですよ、はい、だここからまだ、ね、順位が変わる可能性ありますね。ありますか。これ青山学院の近藤もちょっと上がってきてるんでありませんか。そうなんですよ、ここはもう本当に気持ちなんですよ、はい、気持ちが勝った選手が、はい、一番最初に助けを渡しますね。気持ちですね。戸塚の壁、
さあもう残り 500m、 残り 500m、 最後の箱根駅伝、箱根駅伝に別れを告げる世界の田澤、そしてその後ろ世界を目指す吉井、そしてまず襷を取ったのは連覇を狙う青学のエース近藤だ。近藤がまず襷を取って力にして、あるいは2位交代があるか、2位交代があるか、近藤が来ている、近藤が来ている、連覇を狙うフレッシュグリーン青学、逃げる中央吉井大和。さあ果たしてどういった形で戸塚中継所に飛び込むのか、逃げる駒澤藤井の襷、最後の箱根駅伝、30、40の観衆が見つめる前、エースの競演、花の2区、逃げる駒澤、田澤廉、そして中央大学、吉居大和、帰ってきた近藤、青学のエースも今、取り付きました。さあ、もう戸塚中継所は目の前です。花の2区、エースのプライドがぶつかり合う競演、戸塚中継所からもこの3人の姿が見えてきた。最初に襷を取ったのは中央大学の吉居大和、そして青山学院大学の近藤幸太郎も懸命に今腕を振る。さあ田澤はまだ襷には手をかけない、ただ歯を食いしばる、これがエースの表情。さあ吉居が来た、吉居が来た、吉居がトップに立った、吉居がトップに立って戸塚中継所に飛び込んでくる。藤原監督以来、中央大学がトップで戸塚たすきリレー、エースのお尻は明日へつながる中央大学トップでたすきリレー、田澤最後2位で渡した、そして青山学院大学が3位で渡しました。トップを奪い返した吉居、最後は爽やかな笑顔、今藤原監督からよし完勝だ、そういった声も飛びました。なんと日本選手8人目、1時間7分切りのランナー、なんとこれまでは1時間7分を切ったランナーは日本選手では7人しかいなかったんですが、吉居大和、近藤、田澤、いずれも1時間6分台の好記録を出しました。これが強豪校エースの競演、花の2区です。さあ続いて戸塚中継所に姿が見えてきました、山梨学院大学です。鶴見中継所では8位でした、ボニフェスムールは箱根デビューです、初めてのたすきリレーということになります。そしてその後ろからは創価大学のフィリップ・ムルは4年生です、3年連続3度目の2区、山梨学院大学2区の歴史にまた留学生名前を刻みました、4つ順位を上げました、山梨学院大学4位、そして創価大学が鶴見中継所で5位を守りまして、同じく5位で渡しました。創価大学の村は1時間7分台というタイム、そして山梨学院大学の村も1時間7分21秒、平林が来た、平林が今たすきを渡しました、平林が6位、鶴見12位から6位に上げました。法政大学は内田から川上にたすきリレー、法政大学は鶴見中継所3位でしたが7位まで順位を落としました。徳学院のエース6つ順位を上げてきました。国士舘大学の姿です、8位で国士舘大学はピーターカマウ2年生、今3年生の山本龍司。さあ三浦が今渡した、三浦短所9位10位で渡していきました、エースがそれぞれ助けを渡しています。日本体育大学の藤本珠輝は11位、鶴見中継所9位から11位ポジションを落としています。そして明治大学が来て早稲田大学、伝統校も行きました、伝統校も行っています。東京国際大学は10位、東海大学石原翔太郎は11位でたすきリレー、そして日本体育大学12位、明治大学13位、早稲田大学が14位、ここまで14校が2分4秒のこの差の中でたすきリレーを行っています。さて鶴見中継所ですが、次は15位の大学です、2年ぶりに戻ってきました城西大学です。ビクターキム隊が待ち構えています、1年生でこの箱根の2区を任されました1年生の斉藤翔也、今ビクターキム隊にたすきリレー了しました。戸塚どうぞ。戸塚中継所です。大学史上最長の6年連続シード権獲得に向けて帝京大学は高1でスタートしたいところでしたが、帝京大学は鶴見中継所16位から同じ順位、戸塚中継所16位で3年生の西脇翔太から2年生の小林大成に今たすきが渡りました。そしてその後方ですが、その後方関東学生連合がやってきました。1区では鮮烈な走りがありました関東学生連合、2年生麗澤大学の工藤博人が今たすきを運んできました。待ち受けるは関東学院大学3年生の内野理生です。17番目で関東学生連合が今たすきリレーを終えています。他中継所では専修大学です。鶴見中継所20位から2つ順位を上げました2年生南関記載者、そして4年生の鳴島幸喜が今たすきリレー。立教大学です。1年生国安博人2区を任されましたが、
今たすきリレー3年生の関内健太に来ました。そして東洋大学がなんと19位でのたすきリレー戸塚中継所出遅れました、出遅れました。さあそして戸塚中継所ですが、残る1チーム大東文化大学の到着を待ちますが、まだ戸塚中継所から大東文化大学の姿が見えません。戸塚中継所、大東文化大学の今ピーター・ワンジルの姿が見えてきましたが、うん、その走りにはどことなく力が感じられない、懸命な走り、腕振りになりました。たすきは右にぐるぐるっと巻いています。沿道からは大きな拍手が送られながら、最後の大学、大東文化大学、予選会はトップ通過でした。そのピーター・ワンジル、今時計も見ながら、さあそして待ち受ける1年生の入浜に今たすきが渡りました。21番目、ああ倒れ込むようになりました。ピーター・ワンジル今倒れ込みました。苦しい走りになったピーター・ワンジル、懸命にそのたすきを運んできました。ああ今走り終えて運ばれていきます。鶴見中継所15位でした、ポジションを落としました。ただなんとかなんとか戸塚中継所に大東文化大学の留学生ピーター・ワンジルたすきを運びました。そして花の2区、区間賞は吉井大和、去年の1区に続き2年連続1区2区区間賞獲得です。